通れなかった捨てなくても無理だわ。疲れたな。サルはどこ行った飯でも食ってお茶飲んでるかもお茶飲んでるかもちょっと今暗いじゃん違う違うそっちじゃないグレートいやグレートいやグレートボランティアじゃないグレートいや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 カルは打ち死にしました何わからん消えた時折あるとしたいことだ、ね、帰った綺麗したのがブランクだったと思ってもここら辺に居るときは置いてる確かにおわしはよく、うん、犬山お犬山で犬山の城ではないなそれは城の少し隣の豊臣家が栄えている非常に栄えておって影分身の術ああギャー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 言ってるんじゃろああさようでございます懐かしいおその猿山の主が帰ってきたのすごいのんびり帰ってきたなんかあいや甲冑と首がこう別にこう動いてる気持ち悪いなそれは言い過ぎて気持ち悪いな気持ち悪い本当のことですけどあ醤油もんかっこつけるなあの全力の照れ隠し醤油もん照れるな照れるなよ存分に一番かっこいいと思う格好をすればよいぞさあ皆しもな次のものと写真を写るときは正右衛門に注目じゃ進化が問われる一番最後だなさあぞ楽しみじゃみんな注目存分に、うん、注目いたすで正右衛門無言で注目いたすで無言でこんな格好じゃ納得がいかんなじゃろう全力でみんな注目いたせ全力でよしまたじゃぞまだ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 もう終わりますよほう終わりが戦力かっこいいですか
チートを納得できますね。いや、まだやるかもしれない。まだ見続けよう。シャイモンも戻って参れでは、その旗をどこかにどこぞにしまい、一番かっこいいと思う戻し方。いや、違う、そうではないはず。照れ隠しです。うわもっと小野川自身本当にかっこいいと思いながらやらんという感じですな。照れ隠しお、かっこいいのはもう一つ買ってたの、うん、スマルがちょっと当ててくれるか。何しに来るの。なぜ急に。ありがとうございます。急に変わらないから。何のお話をされておられたのですか。いや、ショーロもかっこいいわ。でもわしのもかっこいいなんてもう信長様に比べたら何か光り放っとるなと思って。ショーロもこうやっとってわーと思って。一番恥ずかしいやつ。慣れておるだから。何かこう、何か感じちょうど、ちょうど一番恥ずかしいだけ。めちゃくちゃ格好つけとると思う。いや、よいぞよいぞ。おそれは主の仕事じゃ。いや、わしも正直かっこいいと思ったぞ。ありがとうございます。ただ、顔が真剣だったので、ですが、これだけ格好が聞かれた。はい、そういうことか。ちょっと顔もそれは一人でやっとるのか、研究してるのか。いや、そのことをわしはちょっと思い浮かんでしまった。いろいろ笑えてきた。あのものを、あのもの鏡の前でやっとるんかな。結構開くの。こやつ写真を撮るときも足開くじゃろう、うん、そういう意味があったのかなと。ああ、いえ、あの、ここを撮るときにこう、例えばこの天守閣でこうだったら、こう、ああ、ギリギリこう金の射直が入りそうというときはこう、なんかこう撮ってまうよりも、なんかそのまま、あ、微調整がしやすいというか、ああ、入ったみたいな、こういう、はい、その微調整が。あとちょっとなんです。失礼いたしました。でな、体が開くというのかな。うん、信長さんも。もちろんこれ限界じゃこれ。そう。本当ですか。普段は頑張っとるんだぞ。これ最大じゃなこれで。これが最大じゃ。それじゃ今日もちょっと痛い。そうなんだ。普段からあんまし。下に落ちたものを拾わない生活じゃったから。ああ、必要ないじゃん。拾う生活でございました。なるほど、納得が。幼き頃からの賜物にございまする。拾わんものは切るか。すぐ拾います。すぐ拾います。これは誠の話じゃ。我が屋敷の部屋に、はい、果物の皮が落ちた。果物とか、はい、それを押し取るのにそれを拾わずに帰ったものを少しカチンときたな。という話。というのも皆様も名古屋城にもそういう塵や果物の皮が落ちとったらすぐ拾うようにということでございます。松右衛門が拾うというのは松右衛門に申し付け。そこでもそこでも拙者拾います。
な。はい、言われたことをやるのは当然、進んでやるのがこう一歩できる、さらにさらに自分で考えてやることが態度のあるもの、うん、あの森蘭丸様はもうそういうものに長けておったと聞いております。いや、あ、そうでも、うん、あ、そうでも、そうでもない、かっこいいから何でもあ、そういう何でも許せる蘭丸が失敬してもなんか笑えるもんなあ、なるほど、そうそうそう、マタダも昔はそうだった、昔はな昔は今はいちいち気になるな、うん、つい口を出してしまったけど、それもこのトシエさんも持ってる何かというあれではないんですか、まあ、ほっとけない性分ではあるな、うん、あ、この間もあれだな、手塚後にて我ら一緒に乗ったらニヤニヤしとったな何かわからんが一人ですごい楽しそうだ、はい、たまたま手塚後でこの我ら月曜日と金曜日はその平日に武将様1名、陣笠1名で出陣しておって、月曜日と金曜日は今当日ツアーというものをやっておって、朝のこの手塚後が武将様2名、陣笠2名なので、あの手塚後1台でこう来ることになったんです。そしてこう夏が前に乗り、信長様、そしておそらくもわし、そして利家様という席順でもう乗ってすぐからもうすごく豆の意味でいやー今日ねなんかあるぞ絶対って朝からずーっとご機嫌なそして翔右衛門が全く関係ないところで何かこう体がピクンとなってしまったんだよ。まあ何かこう何か拾おうと思ってから何かの表情でピクンとしたんだ。そうしたらマダセがわしに向かって、わし何もしておりませんそんなこと一言も言ってない違う、これすごかったな、はい、朝の手つかごの話でございます翔右衛門関係なくな体をちょっと揺らしただけでわし何もしておりませんぞそうとない、そうとないって言っていや、違います そんな話は誰もしていないそういうことか、はい、そういうこともございました面白かったな、はあ、運転手のものもこんな感じで運転手はこんなことはならない、はい、こうちょっと手がプルプルする夏は聞こえないふりしとった一切参加せずに申し訳ないことをしたな、はあ、なぜわしが謝らん今日は音がない演舞では貴重な、はい、あれだな、はい、わしは初めての経験でございます、はい、皆様はありますか、音のない演舞初めてですか、貴重な思いだな、はい、いかがでしたか、こうやっぱ音がないっていうのはこうやはりこう見ながら聞きながらではないですか、でもこう音がないとこうグッとこう集中して見るようになるんではないですか、これまたなんかこの変わった面白さというか、うん、ありました、普段気づかないんですか、はあ、気づいてるかもしれない、はい、ただもう太鼓が始まる前はもう私心臓ドッ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 つってはあ、もうあの和之助のカンカンでいつ始めたら良いものか、そこでだからもう皆さんこう我ら名古屋おもてなし部招待このあなたの管 YouTube なるものでもしこう出ておったらぜひ見てくださいませ、このわしの太鼓叩く前の顔そして終わった後の解放感すごい元気だったからねさようにございます、もう出てきて前説なんかもう自分を奮い立たせるためにあんあん騒ぎ、あれはまあ声出てるのに小さいとは兄貴自分が足りんから、いや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 、こう皆様もいや戻ってこられませんな皆様戻る気ないんだろ
これですね。この木の下にこの武将様がおらず、わしとこのなんか武将様がこの話させていただく貴重な機会でございます。そうだな。はい。正右衛門は、あ、言っておらんか、そう。スノーマタの話をしようかな。あ、でもわし、ちょっと聞きたいです。聞きたいですね、皆様も。いやいやいや。はい、そんな大した話じゃない。わしが話すのは大体冗談じゃん。この間、スノーマタ秀吉出世祭りという、まあ、秀吉が主役の祭りに我らも呼ばれ演舞をしに行ったんじゃが、あろうことがわしは聞いてしまったんじゃ。その陣所にいて、はい、その工程表が出たんじゃろ。わしは聞いてしまったんじゃ。一つ敷居を隔てて猿がその工程表を見て、はっ、わしの出世祭りある。うわっ、飲む。なんじゃーと、ちょっとびっくりしようって。いや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 、まあまあまあ、わしが主役なのに、わしが功績だったところに上司が来たらちょっと威張りづらいと言っとって。昔はそうじゃなかったのに、すっかり偉くなってしまった。はい。そして刑事も言ったんじゃん。はい。そして皆の者をすごく、スノマタの者たちはすごく歓迎してもらい、はい、信長殿、秀吉殿、真田正幸氏、これが一連の流れになった。父上の方なんですか。雪村っていうと何かこう今人気じゃん。はい。だから正幸氏という冗談をな、はい、とっとっと刑事がしょんぼりした。最後の方ちょっと素で取って答え、自分で答えなかった。あなたまーつって、うんとかっつって。歌舞伎物の何かがこう、そうなんじゃ。まあ今な、有名じゃからな。はい、そうですな。もうそろそろ終わりではないですか。そうか。はい。お、今いいところだと聞いております。わしはもう死んどるか。はい、4話ぐらいで。最初の3話が4話ぐらい。もうちょっとだとかね。さちーと、こんにちは。信長殿、会話に参加してもよろしく。どうぞ。馬のな主演、山を出したんです。スノマタの話。スノマタの話。そしてわしと秀吉と真田昌幸が行ったという話。おお。まあ、刑事が赤備えがゆえ、今真田が有名じゃろう。聞くところによると、織田信長様、豊臣秀吉様、誰かの、その下りが多かったと。そう。あ、分かった。真田昌幸じゃん。それでさっき話したの。そういうことですな。はい。その下りを話しとったら、白砂浜がわざわざ通りづらいところをやってまいった。やはりこう、迂回することをわし知らんくて、我慢、辛抱、忍耐が一番苦手でござる。さっき言っとったぞ、辛抱を重ねること。口から出ます。辛抱強いんではないか。まあ、確かに、うん、そしてそのようになってまいりました。あ、じゃあろ、こう、よしは薬をゴリゴリやるの好きちゃったから。よーゴリゴリしてます。少女自分で少女やっとったんだ。もう医者に対しても厳しかったからな。その配合は違うと。チャーッつって死に際にな、死に際は諦めたな。知ってるか、自分で調合やめなんじゃ。さようさよう。どういうことかと申すと、まあわしは常日頃生薬をまあ作っておって、で今でもそこの漢方薬に近いものも作っておった。それから主たちのが処方されるような薬も少しばかり、まあ、心得があったわけじゃな。そうするとわしが大阪の陣を終え、
しばらく経つと体が悪くなるわけだよな。今でもすとこの胃がんの。それでこれで薬を飲むわけなんじゃが、メイという者たちを京の都へいろんなところから呼んでくるわけじゃ。そうすると何も効かんと。もうよい、これは死病である。もう薬は投じず諦めたがゆえに死ぬ準備をいたそうということで、わし結構元気だったでな、死ぬ直前まで。なのでまあそういった諦めて、死ぬことへの準備を、明るくしたという、生き生きと準備をしたそうでしょう。信長殿、わし一つ自慢がございましてな、信長殿に今勝てるところは少ないわし徳川家康であるが、この長生きしたこと、健康だけは誇れる部分であり、70を超えても川で泳ぐことができたんだ。おー、そうするとまあ大御所になってから随分経つ。それでまあこの後に大阪の陣もあるということで、大変な期待を背負っており、それは責任でもあるんですな。そんなわし徳川家康、この川で泳ぎながらちと驚かしてやろうと思いましてね、このちょっとこう小声で「あっ」って言いながらこう潜るんですわ。で限界までこう止めて、それで中でこう泳いでって、あそこから出てくるなと思いつつ30秒ぐらいは我慢するんですな。ほんで向こうの方からわしが「うわっ」って言って出てくると、向こうの方で「トーッ!」って呼んどるのを見て「わしはここじゃ生きとるぞ!」ってやり申した。楽しいですな。やはり家臣の者たちがあんなにわしのことを思ってくれるかと。確認作業でした。これで大阪の地に行けると。いやね、あ、大阪の陣の話をした。あ、大阪の陣ですか。それはちょっとわしもう死んでおりますゆえ、聞きたくないという話ですから。まあ、家康が最後病を患った時に死ぬ準備をいたす、出したという話をした。ああ、まあ、本当です。主なんかもうわけわからなくなったな。あ、最後ですか、わしも最後覚えておりませんよ。寝とるばかりじゃん。寝とるばかりでした。なので、あの、覚えとるのは信長様が枕元に現れた、それぐらいですな。そうだな。あれはもう本当に、あ、もうわしもそろそろだなっていうのは分かりましたな、あの時。枕元に現れて。なんと申し訳ないですか。確かですが、まあ、お主もよう生きたなと。ね、で、まあ、欲しいものも全部欲しいものも全部もらったじゃろと。おぬし、まあ、あとようわしの、まあ、息子たちも殺したしな、次はぬしの番じゃと言われ飛び起きたら、あの布団からだいぶ離れたところでわし倒れとったんです。もうそんな動く力ないんですが、もう病弱だったですが、信長様が現れた瞬間それぐらい移動したという。信長様じゃないだろ、その時は呼び捨てにしとったの。いや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 、そんなことだよ。信長様としかと様をつけておりました。はあ、まあでもわしが角俣の祭りの時にわしが行くの嫌がったっていう。どういうことですか。嫌がっておりませんぞ。バラした。せっかく嫌がったんじゃ。どういうことですか。なんと嫌がったんじゃ。主はあの陣書にて皇帝表見て、あ、わしの祭り、あ、うわ、のぶっ。どうだぞ。またもう作り話が、それちょっとありそうな話するでね。嫌がっただろう。そう、ありそうですから。いやいや、嫌がっておりません。ただあの信長様が出陣されるということは、やはりあのわしの祭りでさえ歓迎をいたさないといけないというこの緊張感に変わり申し訳ない。確かにその人種のそれを見た時に、まあ要するに接待せねばならぬということで、そういったところにこう変わったという、その秀吉出世祭りで浮かれとってはいかんなと身を引き締めた瞬間を多分信長さん見られとったと。その時の顔がこうグッとなっとっただけで、グッとこれが嫌がってるよね。接待せねばなら、秀吉との底はかとなく墓穴を掘るな。せねばならぬ。ささっとな。
まあ後で、うん、後で話をしよう。あ一番怖いやつですね。ゆっくりな。一番怖いやつ。もうそろそろ時は迫ってるか。あ、あと15分でございます。おお、たくさんあるの。お、落とし物が。何番トライの。首飾り。落としたものおらんか。おそらくこれは玉ではないかな。これは真珠からできたものかな。誰かおらんか。これは昔であったら国一つと交換するぐらい。そうじゃな。そうですな。綺麗じゃな。また何でも欲しがる。派手なものは欲しいですな。確かに何でもいいんです。わし派手ならば安い男なんです。こう言えばそう、高いものをこう高ければええと思っとったゆえ、やはり、まあ、こういった、まあ、もちろんこれは綺麗じゃけど、本当異国でその辺に置いてある壺を高く買わされたり、まあ、そういう、うん、そうなんですよ。本当は便器でやあれあれ便器だったろ。毎朝は、まあ、その夜に使ってるから。まことですか。わし毎朝こう眺めて、うん、まあ異国の匂いするなと思ってやっとったんです。便器かぶっておらんか。大丈夫か。かぶっておりますみが匂いは嗅いでおりました。異国の匂いだっ て。いやなんかこうそういう話があるのじゃ。知っておるか。知っておるものおるか。なかなか知らんな。あれ悪く話さんのか。あ、何の話や。ルソンかスケザイモン。アルソンっていうな。アルソンじゃない、スケザイモンというのを商人がおったんじゃ。今で言うルソンっていうのはフィリピンのことなんだけど、そのフィリピンとの貿易がとてもうまくてな、そのものがフィリピンからこう買ってきたこの壺をわしに見せてくれるんだな。わしに見せてくれて、これすごい高価な壺なんですけど、高価な壺だで買ってくだされと。分かった、そのな壺、ルソンの壺を買ったろうつって買った。そして私毎朝こう匂い嗅ぐで、今家康殿に便器だったっていうことを知らされて、とても複雑な気持ちになっておるということでございます。便器という、あ、まあそうですな、そういった壺があるじゃろ、うん、この声を貯めておくような、うん、実はそういうふうにもその島では使われておったという話でしたな。うん、そうなんじゃ。だそれがまあその便器っていうところまでしばし知らなかったんだけども、やはりそういった効果ではないもの、効果によそいわしに売りつけとったということで、そのものは愛好殿下の話の中で大きなあくびをするのはやめろ。誰じゃ。わかるけどあくびしたの誰じゃ。二度とあくびできんようにしようか。言うぞ。言うってこう、んってさせるぞ。しかないな。冗談です。ルソンもその島流しにしたんじゃろ。あ、島流しにして結局ルソンに行って、そのままルソンに行ってフィリピンに行って、で結局はそこで商売繁盛いたしました。成功いたしましたね。またやれるやつはどこでもやり手なんじゃ。ああ、もう本当にどこでもやり手ですわ。ああ、でも今では現世では当たり前らしいぞ。何がですか。海外の安きものを代わりに持ってきた輸入ということで少し上乗せしてこの日の本とかで売るということは今では当たり前のことだ。それを主は怒ったんだな。怒り申した。ふざけるじゃないと。はぁーって楽しそうじゃん。久しぶりに怒ってしまいました。番組はよく怒っとるじゃん。いや、わし怒らんです、うん、ただまあそのことに関してはやはり利休も同じことをしとって、まああのしょうもない茶器をこれはすごくいい品だということで、あの我々に売りつけておりましたな。そうじゃな。まあ、うん、それはわし遠わし文句言ったのか。はっ、いやいやいや、わしも茶器を褒章にやったでな。あれは価値のないものと思うんすか。信長様の茶器は誠にもちろんその価値があるものだったんですが、わしじゃぞ最初にあれが価値あると言った。言い出しっぺは向こうを立ったものに銭や米でなくこの茶器茶具をこれはええもんじゃと
一国に値するものじゃん、うんってやったのがわし初めて。そうだって、そうですな、現物資金、うん、確かに現物資金、本来価値のないものから価値を見出すということは、信長公は物でなくてもいろいろありましたな、うん、言葉であるとか、うん、土地であるとか、うん、これから名前であるとか、うん、道具であるとか、あそこに見える愛知県体育館も先ほど秋から参りし者たちに説明をしておったんですが、うん、何故名古屋城内にあのような遺物とも取れる大きな建物があるのかというと、うんうん、信長殿が愛した相撲、これは後に国技と相なった、うん、我らの頃は娯楽の一種であった相撲が国技になったというのは、まあ、信長殿がわざわざ横綱という言葉もたまたま信長殿の口をついて出た言葉と考えてみよう。横の綱とは意味がそもそもはなかった。例えばそれで言うと、信長殿は相撲を取る際に主たちが東西って聞くじゃん。もう先ほどこれも全く同じことを秋の者たちに申したんだ。これというのは信長公が開いた大見世、今で言うと相撲大会、これで一番強かった者に東という名前を与え、二番目に強かった者に西という名前を与えた、がゆえに必ず東から呼ばれるであるとかの、そういった物の価値をなかったところから生み出すということに関しては信長殿おいては他におりませんな、日の本は、うん、わしが適当に言ったことを褒めてくれてありがとうさんじゃ。いやいや、しかもわしが一番信長殿ね、素晴らしいなと踏み出した言葉というのは名人という、うん、名のある人、今でこそ分かりそうなものじゃろう。例えば名通人、名の通った人であるとかな、うん、そういった間に言葉が入ってれば良いかもしれない。名の人、意味がないのじゃ言葉自体に。信長殿が俺は名人であるといったことから、その名人と言われたものに天下一の価値が見出され、名人と呼ばれるようになったものは、あ、その後天下一の者たちと相なったがゆえに、今主たちも名人というふうに当たり前に使っとるじゃろう。実は全く意味のなく信長殿が生み出した純然たる信長公の産物であると。たまたまな、うん、それは素晴らしいことですが、うん、信長殿はお子にいろいろの名前を茶筅という、こういった、まあ、茶筅曲げというのもあるんじゃないか、茶道具に用意とるか茶筅と名前をつけたり、最後はもうつけるにこと書いて生まれてきた子供の幼名人いや、そりゃそうですわと我らも思うんじゃが、そういった今で言うところのネーミングセンスやな、何かなかったものから生み出す力というのは、やはり信長殿は東大きっての英雄であったとわしは心得ます。うん、故に信長殿のおかげのものはたくさんあります。あの天守閣であっても、ああ そうですな、秀吉殿、うん、なんじゃ信長殿、おそらく面白くないんだと思います。面白くはなく、確かに信長様、天守閣走りなんじゃ、どういうことかというと、天守閣、我々の時代前半というのは1540年とかそういったところ、城にはあいた天守閣なかったんじゃ、ね、なかった、何があったかって、お主こういう殿下のところが、ああ可愛らしいと思っとるんじゃろうんではないわ。そういうものがもっと増えればいい世の中にもっと赤い顔するでな、お主たくさん増えろ。いやで、まあ真面目な話に戻して、直接お主のことを申しとるわけではないのでの、その秀吉様、そろそろお時間です。嘘衣装衛門時であったか、寂しい人形じゃ信長様の自慢をするとすぐ阻むんですわ、誰かに。分からなかった、まあ、天守閣は信長様の走りだということですね。小牧山城がその、石垣を作ってこういった
高い入試格を作ったということで、お時間でございます。あ、そうだ、この度はありがさんじゃった、さらばじゃん。よいしょ、残って、一生ついていきます。何と言った、ありがとうございました。これ誠誰も違いますか。では総合アナイトの方に持ってまいります。それから私がもらいます、